石川蓮。1993年7月18日生まれ。出身地、栃木県。身長165センチ。血液型、大型。女優の石川蓮さんが、日本テレビ、アナザースカイ、にゲスト出演。かつて表紙を務めた書籍の影響について語った。石川さんは、 有村霞さんが主演して映画にもなった。ベストセラー書籍、学年ビリのギャルが、1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話、通称、ビリギャルの表紙で金髪ギャルのイメージモデルを務めて注目を浴びました。MC の今田浩二さんが、もともとはビリギャルの表紙やってて、物語の本人やと思われてたんでしょう。と語ると、MC の中条あやみさんは、 思ってました私もと続けました石川さんは私は書籍の表紙のモデルとしてお仕事を受けてるのでこういう風にモデルだったんだって驚かれることに驚いちゃってとかいこその後大学でも慶応大学受かったのになんでここの大学来てるんですかって後輩に言われたりしてと笑ってみせました今田さんは確かに俺も書店に並んでたん 一回手に取ったことあるもん。邪気が石そうになったもんで、ね、本を、と語ると、石川さんは、してはくれなかったんですか、と質問。今田さんは、一応、戻した、と話して笑わせました。本の内容と同時に、表紙を飾る石川さんの美貌が、ビリギャル旋風に一役買ったんですね。